梅です。こんにちは。どうも。今ランドに来てます。今時間はですね、朝の8時15分20分ぐらいって感じなんですけども、今日これからですね、ちょっとトゥーンタウンですね、ミギのグリーティング、果たして今から行って間に合うのかっていうのをですね、ちょっと検証してみたいと思います。じゃあ頑張って行ってきます。はい、8時20分過ぎたワールドバザール、こんな感じですね。まあ走る人はいませんよね。みんなゆっくりのんびり歩いてます。みんなモラルがいいね、うん、はい、トゥーンタウン着きました。だいたい朝8時半ですね。果たして間に合うんでしょうか。じゃあ行ってみたいと思います。ミニーのグリってシティホールの前でやってるから、これシティホールでてっきり配ってるもんだと思ったら違うんだね。なんかさ、ロジャーラビットのとこにえらい列があって、ここで配ってんのかな。キャストさんいないな。これまあ並んでみるね。はい、並んでみました。8時35分ですね。いやー、間に合いましたよ。はい、1人です。はい、入れ具変更できません、ご了承ください。はい、できました。やったぜ。ただいま時間が8時50分に整理券ゲットできました。まだ時間は確定してません。これからです。はい、お、いよいよです。来ました。お願いします。お並びいただきありがとうございます。はい、お願いします。はい、やった、ゲットできましたよ。これをゲットしたただいまの時間が朝9時10分です。いやー、俺1回目のね、温度鼓動見ようと思ったんだけど、ちょっとね、温度鼓動には間に合わなかったね。3時半だって。まあファストパスに近いよね。だからいかにここからどう時間を組み立てるかっていうのも、まあセンスから問われるわけですが、 C の2時半のトロスプをですね、ちょっとずぶ濡れになろうかと思ってましたので、2時半のトロスプ見た後戻ってくるとちょうどいい感じかなーって、ちょうどいいとこハマってくれてよかったです。やったやった。こんな感じでですね、朝8時20分にサクッとぬるっとインパークして、歩いてここまでちゃんと来て、キャリケンゲットして、無事に右のグリーティングの時間キープできましたという報告でした。まあ曜日とかね、混み具合によると思うんですけども、そんなにね、始発で行ってゲートに並んでってガツガツしなくても、まあ日によってこれ取れるっていう見本になったかと思います。皆さんも頑張ってみてください。ではでは。